い、皆さんこんにちは、つむじんです。先日文具女爵の方で購入してきたアリサ&赤メガネさんのハンコですね。こちらでほぼ日コラージュを楽しんでいきたいなと思っています。よければのんびりとお楽しみください。ということで今日はのんびりの動画撮影になるので、まずはお菓子ですね期間限定ピスタチオベリーのクッキーです。そう、ピスタチオのクッキー大好きなんですけどもね、なかなか見つかんないんで、いや、この期間限定にもう力強く後押しされてましたね。いやー、これ楽しみにしてましたおおいやー、ピスタチオがいっぱい入ってますね。美味しそういやー、いただきます。うん、美味しい。あと大好きなマウントレーニアのノンシュガーですね。こちらもいただきます。美味しい。うん、ということでほぼ日手帳をコラージュしながら、先日の文具女爵の大反省会ですね、行っていきたいなと思っています。まずはね、夜の街をイメージしたペーパーを使っていきたいので、どんなのが合うかな。これが合いそうで、そう、先日のね、文具女爵の大反省会なんですけども、何せね、行く時間が遅すぎましたねそう、まあのんびり行こうっていう話ではあったんですけど、土曜日のね、14時到着ではお目当てのね、限定のような商品がもうほとんどなかったんで、ちょっとのんびりすぎたなーっていうのがやっぱり一番の反省点ですかね。やっぱりね、せっかく行くなら限定品だったりとかノベルティももうちょっと楽しめたらいいなーって思うところだったんで、そこまでのんびりせずもうちょっと早く行っていればって思うところでしたね。昨年は、土曜日のね、午前中の一番早い回だったんで、まあ、確か30分とか、それくらい並んでね、入っていったっていう記憶があったんですけども、やっぱり土曜日の一番早い時間だとね、もうノベルティもしっかり揃っていて、欲しかった商品も全部揃ってるっていう状態だったんで、せっかくね、遠方まで足を運ぶんだったらもうちょっと張り切らなければいけなかったなってちょっと後からね、思うところでしたね。あ、ちなみにスライムさんのカンカンはミニブックの素材入れに今なってますね、うん、ちょうどいいかなと思って入れてます。で、あとね、これは完全に私のミスだったんですけど、お財布をね、家に忘れてきちゃったんですよね。で、それにお家に帰ってから気づいて、で、猛ダッシュでお家に取りに帰って、で、雨だったんですよね、土曜日が。なので私はダウンを着てたんですけども、まあ、汗だくになって、うん、雨の日だったけれども11月だったらダウンの装備は本当にいらなかったなっていうふうにちょっと思ってましたね。ブルーの髪も面白いですかね。で、去年も今年も結局もう会場の中ではね、上着を脱いで、で、長袖のワンピース1枚で歩き回るっていう感じではあったんですけども、こちらも使いますね。ソカナさんのペイズリー柄のグラシンペーパー。
でやっぱりね、あのロングコートのダウンだと手に持って動き回りづらいっていうところがありましたね。まあね、かなり動きやすいようにと思ってリュックでは行ってたんですけども、ちょっとね、そのお財布を忘れて走ったっていうところもあったんですが、一日中ずっとあの暑かったですね。あんまりね、重装備でも大変になるなっていうことを今回学びました。あとお花系のペーパーもちょっと使えますかね。そうで、あと個人的にね、ものすごく失敗したなって思ったことが、ね、飲み物が私はミルクティーの小さなサイズしか買っていかなかったんですよね。いや、なんでもお茶か水を持っていかなかったのかなって自分でちょっとすごく反省したポイントではあったんですが、会場の、まあ、外とかに自動販売機はあったかなと思ったんですけども、とてもね、あの買いに行ける余裕がなくって、もうね、なんか見て回るのに必死になっちゃってて、飲み物をちょっと改めて買いに行くとかっていうのがやっぱりできなかったもんで、うん、お茶か水の500ミリの水分はね、本当に持ってった方がいいなっていう風に感じてました。ちょっとね、まずはビルをイメージして切っていきますね。よし、では貼っていきます。ちなみに今日はたくさん重ねるかなと思ったので、ピットのシワなしを使ってますね。で、あともう一点反省点だなとちょっと思ったのは、ワンフロアだったんですよね、今回は。1階だけがわーっと横に長いワンフロアになっていて、で去年はね、あの1階と2階でエリアが分かれてたんで、こう行き来が大変っていうのもあったんですけども、まあワンフロアだからそんな移動も簡単だよねっていうことで、もうね、あっち行ったりこっち行ったりしながら2時間ぐらいかけてぐる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 回ってたんですけども、うん、想像以上に広くてね、ちょっともうちょっと計画的に回ればよかったかなっていうのがありましたね。あとね、あの先日コメントでいただいた余白さんのブースには寄れましたかっていうコメントもいただいてたんですが、最後に多分見たのが3時半ぐらいだったかなと思うんですが、やっぱりね、行列がまだちょっと並んでて諦めちゃったんですよね。でもあれくらいの行列だったら並べたかなとかね、ちょっとそこら辺が心残りでしたかね。長方形をランダムに貼ってるように見えますが、一応街並みを意識して
ビル群というイメージで貼ってますね。でこちらに文具女子博で購入してきた宮沢賢治さんのキラピカフレークシールですね。こちらを看板に見立てて貼っていきたいなと思ってます。猫ちゃんね、合いそうですかね。猫ちゃんとこちらのすごく綺麗なキラピカシールも使いたいですね。日付隠しですね。で、こちらのペイズリー柄のトレーシングペーパーですね。触ってみるとツルツルした面とあとザラザラした面があるので、インクが乗りやすいようにザラザラした面をこう上にしようかなと思ってます。猫ちゃんのシールのところは看板をイメージしてますね。看板が大きすぎるかな。雰囲気的にこう劇場の看板とかそういったイメージですかね。こちらもね、トレーシングペーパーを貼る前にちょっとフレームを描いておこうかと思います。で、これでトレーシングペーパーを貼っていきます。ということで、コラージュに熱中していてすっかり喋るのを忘れていたんですが、今こんな感じに仕上がってますね。街並みの上からトレーシングペーパーのもやがかかっているよっていう雰囲気に一応なってます。で、街角にね、こうミュージカルとかそういった看板があるよっていう雰囲気に一応してますね。そして反抗タイムの前におやつ二つ目がこちら、じゃん！はい、バッカスですね。大好きなんですよね、冬季限定。ラミーも好きなんですけどもね、やっぱり芳醇なコニャックのバッカスは最高ということで買ってきましたね。本当にね、この冬季限定っていうのがね、買わずにはいられない。おー、そういえば今年初バッカスだ。あー、やっぱり美味しそう。いただきます。うん、美味しい。しみる。
バッカスが染みる。やっぱもう一個食べとこう。冷蔵庫で冷やしてね、ちょっとずつ食べるっていうのが冬のね、幸せですね、バッカスはね。うん、美味しい。で、ハンコタイムになるので、エリックさんのハンコのマットですね、下っ側に入れ込んで。いや、初スタンプなのでやっぱり緊張するな。ではでは、アリサさんがやっていたように、まずはお家柄から場所を決めてね、やっていきたいと思います。インクはすごく綺麗なブルーブラックですね。まんべんなくいきます。お、ちょっとかせれたけど、でもやっぱり綺麗。インクが綺麗にのる。すごいすごい。で、上側もちょっとはみ出させて。かすれた。まあまあまあ。こんな感じになって。ミーカーもしてこう。ハンコをね、綺麗に押すっていうのもやっぱり難しいものですね。で、これちょっとキツネさんも押していこうかと思います。力みすぎてる。キツネさん、せっかくの可愛いキツネさんが潰れちゃってる。もうちょっと軽くかな。軽くやった方が綺麗にいける。もうちょっと軽く押していった方がいいかな。かすれた。いや、私のすごく素敵なハンコなのに、私のハンコを押す技術が伴ってないな。で、次にカップとコーヒーを持たせていきますね。うん、いい感じ。倒れそう。うん。本当に軽くスタンプした方が綺麗に写る。うん。いや、右側の猫ちゃんが潰れちゃったのがちょっと残念。はい、ということで、初めてのアリサ&赤メガネさんのハンコでコラージュですね、やってみました。難しい。私がね、下にこちゃこちゃ貼りすぎたんで、ちょっとね、押しづらくなっちゃったっていうのがあったと思うんですが、やっぱりね、慣れないうちは普通の紙で押していった方が良さそうですかね。で、あんまりこうインクにギューッとつけるよりも、本当に軽くポンポンで、で、軽く優しくポンと押した方が、綺麗にインクは出ますね。いや、難しいものだなぁ。では、ちょっとスタンプのお掃除をしながら雑談にはなるんですが、先日はね、生配信へ、たくさんの方に遊びに来ていただいて、本当に、ありがとうございました。同時接続が最高150人っていうことで、昼間のね、生配信だと20人か多くても30人かっていうとこだったんで、すごく嬉しかったです。そんなにたくさんの人とこう一斉にお話しできる機会ってないもんで、でね、紙のファイルをこう作りながら、お話ししますよっていう回をやったんですけど、もうね、コメントをなかなか最後追い切れなくなってしまって、
で、ファイル作りもね、ちょっと若干中途半端になってしまってたんですけども。でもね、温かいコメントをいただいたり、スーパーチャットもね、いただいたりとかして、本当に嬉しかったです。やっぱりね、久しぶりに会うとものすごく緊張するんですけどね。でも文具女子博でこういうのがおすすめですよとか、こういうのがありましたよとか、いろいろお話も聞けて、嬉しかったですね。すごく参考になりましたし。ちなみに先日、ツイッターですごく嬉しかったことがあって、私は、まあ、得意というか、好きな分野でね、ずっと手帳とか、あと文具とかをたくさん今まで紹介してきたんですけども、自分の苦手分野についてそういえば言ったことがなかったなと思って、一番苦手な分野が私はメイクなんですよね。本当にもうメイクに疎くて、20代の前半の頃はね、いろいろちょっと試してみたりとかもしてたんですけども、ここ多分10年以上はずっとキャンメイクのアイメイクを使っていて、でまあ、キャンメイクのアイメイクもね、ものすごくたくさんの可愛いカラーが出ていて、でお値段もプチプラで、全くね、不便することなくずっと楽しく使ってはいたんですけども、ずっと同じ顔だなーっていうのは自分で思ってたんですよね。ブラウンとかピンクのアイシャドウで、ちょっとこうベージュがかったようなアイシャドウをいつもなんかこうぽやっとつけていて、なのでね、なんか変わり映えしない顔だなーと思いながらこう自分の顔にね向き合ったりとかしてるんですけど、でツイッターの方でね、メイクに疎いのでアイシャドウおすすめあったら教えてくださいっていうことをツイートしたんですよね。視聴者さんにぜひ教えていただきたいですっていうことでツイートしてみたら、いろいろそれで教えてくださった視聴者さん本当にありがとうございます。とっても参考になりました。早速ね、おすすめいただいた、ビセというところのアイシャドウですね。初めて購入しました。こちらが、すいません、いきなり手帳や文具じゃない話が始まって。こちらがね、なんだかパッケージがまた、いや、お菓子のパッケージみたいで素敵だなぁと思って、初めてカーキ色のアイシャドウを買いましたね。あと、オレンジと、まあ、ブラウンベージュで使いやすいかなっていうところで、いや、可愛いと思って、ちょっとね、全く美容系ではないんですが、腕に出してみましょうかね。私がね、イエローベースなので大変わかりづらいかと思うんですが、こんなカラーですね。いや、カーキのアイシャドウもいいなと思って、あとね、ビセの他にも、エクセルっていうのとか、あとファミマのアイシャドウとかもおすすめしてくださった友達もいたんで、ぜひね、そちらも、こちらのビセのアイシャドウを使い終わったら試してみたいなって思ってます。教えていただいて本当にありがとうございました。いや、なんかね、苦手分野をそうやって視聴者さんに聞くのも本当にいいものだなとか思ったり、先日してましたね。ちなみにその先日生配信で作ったファイルはこちらですね。ちょっと手直ししました。端のところにマステで留めて補強したり、あとマグネットがね、配信中はここつかないって言ってたんですけども、小さなサイズにしたらちゃんとパチッとつきましたね。でダブルポケットで左側のポケット作ってたんですが、こうやって中側が透けて見える方が可愛いかなと思ったので、片方ポケットになってます。で、中にちょっとこう紙物が入れれるようになっていて、ここにね、アリス&赤メガネさんの素敵な紙物とか、あと、ビビッと可愛いのノベルティとか、あと、ムーミンバレーパークのお気に入りの、ムーミンパパの、かわいい紙物とかちょっと挟んでますね。
コメントを読みながらでね、だいぶ慌てて作ったので歪みがねひどかったんで、だいぶ手直ししました。なのでこれもね、机の上でこう触る用の紙袋ですねのコレクションに加わっています。今は、うん、やっぱりねこう平袋作りも楽しいものだなぁと思いながら、こちらもねめでています。裏側もねこう一面で可愛らしいんですよね。やっぱりクマさんのペーパーは和むなぁということで、こちらで、今回少しコスメのご紹介したんですが、私はオイリー肌で本当にメイクがあっという間に崩れてしまうので、もしよければ、オイリー肌の人におすすめのコスメ、使用していてね、お気に入りのコスメなどありましたら、ぜひぜひコメント欄から教えてください。それでは、本日もご視聴いただいてありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。つむじんでした。またねー。